唐沢ヒュッテ地図唐沢ヒュッテとは、長野県松本市安住の山中の穂高岳の東側にある、氷河建国、唐沢の標高2309メートルの森園に立つ、山小屋である。1951年に、山岳諸島を観光していた、法文堂によって小屋を完成させたが、なだれで二度、流出をしている。1953年、三度目に建てられたのが、 現在の本館で、さらに1955年に別館が、1963年に吉坂高正設計の新館が建設された。その後、黒沢地ヒュッテや、梶山荒岩あらゆり山荘、野沢温泉ロッジと共に、法文堂、スキー山岳協会が運営していたが、現在は株式会社から沢ヒュッテに、社名変更された施設とは別経営となった。 東京、有楽町駅前の東京交通会館 B1 にも事務所を持つ。陶器小屋を持つ近隣の唐沢小屋とは異なり、唐沢ヒュッテの立つ地は雪崩が多いため陶器は完全に閉鎖している。この山小屋には売店や土産物コーナーなどのパノラマ売店が営業している。この売店の名物はおでん。テラスの席に座り、ホタカ連山を眺めながら、 種類を片手に、名物のおでんをつまむ登山者が多い。営業期間は、毎年4月末の昭和の日頃から11月の第1日で、夏季は、東大唐沢診療所を併設している、他唐沢小屋と共同で隣接する、国設唐沢屋営場の管理も行っている。唐沢は、穂高連邦への用となる、登山基地であるため多くの登山者が通過する地である、ことから、特に、 ゴールデンウィークやお盆、紅葉の時期には定員を上回る宿泊客でごった返すため、一枚の布団で2から4人での睡眠となる日も年に数日あるが、利用者が多いがゆえに設備と食事は、山小屋としては過剰なほど充実しており、唐沢ヒュッテを目当てに、穂高を目指す登山客も多い。郵便番号390-1516長野県、松本市安住上高地唐沢。 ありがとうございます。